こんにちは、バーテンダーのナオトです。今日はボトルインボンド、この言葉の意味について見ていきたいと思います。ボトルインボンドって書いてあるバーボンってどんなイメージって聞くと、度数の高いバーボンのイメージという答えが来たりします。これあながち間違いじゃないんです。結論から言ってしまうと、ボトルインボンドとは1897年にオールドテイラーの名前の由来にもなってますエドムンド・ヘインス・テイラー・ジュニアさん、彼が尽力を尽くし作り上げた法律です。内容としては、単一の造幣所、単一の年、単一のシーズンで蒸留させたものを政府の連邦税庫で4年間熟成させて100プルーフで瓶詰めしたものはボトルインボンドを名乗ってもいいよということです。現在ではこの法律は廃止されています。ボトルインボンドやボンデッドと書かれたバーボンたち、この子たちは政府の保税庫で4年間寝かされたわけではありません。当時の名残だと思っていただければいいかなと思います。ではなぜボトルインボンド法という法律を作ったのか。1817年から約45年間バーボンウイスキーには課税がされてませんでした。しかし南北戦争が始まり、もちろん財政難になってしまいます。そこで蒸留業種にも課税をかけます。そうすることで密造者が生まれます。密造業者ははびこり、密造酒はどんどん売れていきます。中には水で薄めたものや香料を混ぜただけのひどいもの。そうするとみんなのバーボンの飲んでる量は変わらないのに、税収は上がらないので政府は困ってしまいます。さらに消費者目線からもいい点がありました。消費者から見てもそれが良質なバーボンなのか密造酒なのか全く分かりません。そこでボトルインボンドを名乗るお酒には緑色の封がされ、それが良質なバーボンの目印になることができました。すごいざっくりですが、いいウイスキーは国が品質を保証するから、みんな密造酒じゃなくて緑の封印をしている方を買ってねっていう解釈でいいと思います。いかがでございましょう。簡単でございましたが、ボトルインボンドお分かりいただけましたでしょうか。それじゃあ今日はここまで。また見てね。